人さん、旅の始まりへようこそ。私は流星の州のガイド、ムアラニだよ。何か要望があったらいつでも手を挙げて教えてね。さて、持ち物や武器をしまって隣のパイモンをしっかり守ってあげて。一番大事なのは悩みを全部忘れること。さあ、私が用意したサメのサーフボードにしっかり立っててね。最高の旅が始まるよ。遊びに行くってのは行くことが大事なの。来てさえくれればあとは全部私に任せればいいよ。波を追いかけて走ったことある？やってみたい？やってみようよ。ほら、今すぐ行こう。一緒にいい感じの海辺を探してあげるよ。一人で何かに挑むとき、不可能なことはいっぱいある。でもみんなで挑めば不可能だって可能になる。手前はいかが？熱いうちに必ず届けてあげる。私のサーフボードのスピードを信じて。やばい、キャンプファイヤーで踊ってたら目が冴えちゃった。今日絶対寝れないよ。うちの店の商品は種類もクオリティも機能も色も何から何まで全部私が厳選してるの。中でもとっておきの品はやっぱりこのプクフグウェア。泳ぎが苦手な人には絶対おすすめだよ。一瞬で膨らんでプクフグフロートに変わるんだ。これがあれば泳ぐときも安心、泳いでないときも着れるんだよ。私はよくこれを着てパーティーに行ってるの。注目の的になれること間違いなし。ほら、こんな風にブヨーンブヨーンってね。ちなみに運勢の上がるカラーのを使ってるよ。流星の州は最高のリゾート地だよ。草とも山とも川とも分かり合えるみたいな感じがするし、みんな私たちの友達なの。押し寄せる波、揺らめく海藻、さざめく葉っぱ、どれも私のダンスの先生だよ。そのテンポとリズムに合わせて体を揺らして腰を振ってぐるっと回って、はい、どう？ぼーっとしてないで一緒に踊ろう。サーフボードを見ていきなよ。いろんな素材と柄のがあるんだよ。それから色も。君のラッキーカラーは？え？ないの？じゃあ私が選んであげる。一緒に夜神の国に行って神秘の島の光を眺めた。私たちはとっくに命を託し合える仲間だよね。もしいつか旅の途中で方向を見失ったら絶対に教えて。この一流ガイドがサーフボードを使ってでも道を開いてあげる。前に神の目をプグフグフロートにつけてたことがあったの。海水みたいな藍色がぴったりだと思ってさ。でも友達とプクフグフロートでバレーボールをやった時、そのことが完全に頭から抜けちゃってて砂浜に落っことしちゃったんだよね。クシャーンって音がしたけど
壊れなかったよ。きっと幸運の兆しだよね。犬って怖い？怖くないならうちの犬と友達になってあげてよ。人懐っこい子だから誰を見ても駆け寄って挨拶しに来るし、撫でてほしいって目で見つめてくるんだよ。私たちよく一緒に水遊びするんだけど、あの子はもうサーフィンをマスターしたの。さすがお利口さんだよね。私より賢いよ。機会があったら紹介させてね。きっとプロペラみたいにブンブン尻尾を振って喜ぶと思う。バシッてされないように気をつけてね。結構痛いからリュウセンの州にいるコホラリュウは私たちと一緒で温泉が好きなんだよ。同じプールに浸かることもよくあるしね。一緒にいる子がどういう性格なのかわからなかったら、ひとまず距離を取った方がいいよ。コホラリオの性格をどうやって判断するかって？簡単だよ。ゆっくり近づいて探りを入れるの。噛みついてこなければ優しい子ってこと。噛みついてきたら親しいからこそのスキンシップかな。時間ある？うちに来ておしゃべりしない？温泉に浸かりながらおしゃべりするのも悪くないよ。それとも行きたい場所とかある？何でも付き合うよ。せっかくだしと思ってカメラ持ってきちゃった。私がお手本ポーズを見せてあげるね。今日はきっと面白い写真が撮れるよ。ガイドは経験の問われる仕事だよ。幸い先祖たちはいろんな貴重な風習や経験を残してくれてるから、いっぱい助けてもらってる。でもそういうルールだからって何も考えずに従ってるわけじゃないから安心してね。自分でも試してみて有益だなって分かった風習だけを守るようにしてるんだ。どんなものがダメかって？例えば新しい場所を探索した時にこんなことがあった。目の前に橋があるのに地図には船に乗って渡れって書いてあるの。水の流れを測ったり橋の安全性やギミックをチェックしたりしてみたけど、結局先祖が橋を渡れって書かなかったのは当時は橋がなかったからだったってことで、まあガイドにはやっぱり経験が必要だよね。外から来た観光客をもてなすのが好き。みんなガイドの仕事が終わると、ナタの風土や人情について教えたことに感謝してくれるんだ。旅の途中ではみんなからも故郷のこととか経験とか私の聞いたことのない話とかいろいろ聞けるしね。だから私もみんなに感謝してる。私にとってはある意味貴重な心の旅でもあるって感じかな。できるだけみんなに受け入れてもらえるような形で友達を作ってるつもりだけど、親切すぎて対応に困るって遠回しに言われることがあるから、今は知り合ってしばらくは控えめにしてるんだ。仲良くなってから距離感を縮めていこうって。あ、もし私に良くないとこがあったら遠慮なく言ってね。面と向かって言うのが嫌なら匿名でメッセージを残してくれてもいいよ。絶対に直すから。
火星矢の巡礼に参加してから、やっぱり窮地に立たされた人は、みんな無限の可能性を秘めてるって確信したよ。それでも、二人は一人より選択肢が多いし、三人は二人より勝算があると思う。みんなが一致団結すれば、きっと奇跡を起こせるよ。例えば、予順者の戦争みたいに、代々ナタを守ってきた英雄たちも、今の私たちも、これから頑張ってくれる後輩たちも、みんなの努力を積み重ねてこそ、より良いナタを築けるって思うの。多分これが、ウモジャの意味なんだろうね。水泳飛び込み水上スキー、サーフィンパラグライダービーチバレー、ボートレースダイビング、ウォーターバレーボールフリーダイビング。好きなスポーツはプクフグフロートの手を借りても数えきれないくらいいっぱいあるよ。遊び疲れたらそのまま水の上に浮かんで休むんだけど、うっかり寝ちゃうんだよね。気ままに浮かぶのって気持ちいいけど、目覚めた時どこに流れ着くかわからないっていうのと、部族の年長者にくどくど叱られるのがたまに傷だな。落ち込む時は大丈夫、ただ運が悪かっただけ、一生不運が続くわけないって自分に言い聞かせるの。そうすると気分が少しずつ回復するんだ。それでもダメなら、スピリットウェイに乗って、急カーブのところで思いっきり叫ぶの。何回かやれば、到底追ってこられないほど、遠くに悩みを置き去りにできるよ。やったー、ちょうど欲しかったんだよね。いただきー。力がみなぎってきちゃった。ドキドキハラハラのビーチバレーで戦わない？月が回ってきた。今なら前回の波にも勝てる気がする。よし、今すぐ挑戦しよう。いつもはお客さんの安全を考えて、危ないところには行かないようにって忠告するんだけど、君の場合はやむを得ないこともあるし、たまにはどうしても自分から危険な地に足を踏み入れなきゃいけないことがあるって分かってる。だから君の身の安全を守るためにそばにいさせて、一緒に窮地を乗り越えよう。旅人さん、旅の始まりへようこそ。私は流星の州のガイド、ムアラニだよ。何か要望があったらいつでも手を挙げて教えてね。さて、持ち物や武器をしまって隣のパイモンをしっかり守ってあげて。一番大事なのは悩みを全部忘れること。さあ、私が用意したサメのサーフボードにしっかり立っててね。最高の旅が始まるよ。遊びに行くってのは行くことが大事なの。来てさえくれればあとは全部私に任せればいいよ。波を追いかけて走ったことある？やってみたい？やってみようよ！ほら、今すぐ行こう！一緒にいい感じの海辺を探してあげるよ！一人で何かに挑むとき、不可能なことはいっぱいある。でも、みんなで挑めば、不可能だって可能になる！
出前はいかが？熱いうちに必ず届けてあげる。私のサーフボードのスピードを信じて。やばい、キャンプファイヤーで踊ってたら目が冴えちゃった。今日絶対寝れないよ。うちの店の商品は種類もクオリティも機能も色も何から何まで全部私が厳選してるの。中でもとっておきの品はやっぱりこのプクフグウェア。泳ぎが苦手な人には絶対おすすめだよ。一瞬で膨らんでプクフグフロートに変わるんだ。これがあれば泳ぐときも安心。泳いでないときも着れるんだよ。私はよくこれを着てパーティーに行ってるの。注目の的になれること間違いなし。ほらこんな風にブヨーンブヨーンってね。ちなみに運勢の上がるカラーのを使ってるよ。流線の州は最高のリゾート地だよ。草とも山とも川とも分かり合えるみたいな感じがするし、みんな私たちの友達なの。押し寄せる波、揺らめく海藻、さざめく葉っぱ、どれも私のダンスの先生だよ。そのテンポとリズムに合わせて体を揺らして腰を振ってぐるっと回って、はい、どう？ぼーっとしてないで一緒に踊ろう。サーフボードを見ていきなよ。いろんな素材と柄のがあるんだよ。それから色も。君のラッキーカラーは？え？ないの？じゃあ私が選んであげる。一緒に八神の国に行って神秘の島の光を眺めた。私たちはとっくに命を託し合える仲間だよね。もしいつか旅の途中で方向を見失ったら絶対に教えて。この一流ガイドがサーフボードを使ってでも道を開いてあげる。前に神の目をプグフグフロートにつけてたことがあったの。海水みたいな藍色がぴったりだと思ってさ。でも友達とプクフグフロートでバレーボールをやった時、そのことが完全に頭から抜けちゃってて砂浜に落っことしちゃったんだよね。クシャーンって音がしたけど壊れなかったよ。きっと幸運の兆しだよね。犬って怖い？怖くないならうちの犬と友達になってあげてよ。人懐っこい子だから誰を見ても駆け寄って挨拶しに来るし、撫でてほしいって目で見つめてくるんだよ。私たちよく一緒に水遊びするんだけど、あの子はもうサーフィンをマスターしたの。さすがお利口さんだよね。私より賢いよ。機会があったら紹介させてね。きっとプロペラみたいにブンブン尻尾を振って喜ぶと思う。バシッてされないように気をつけてね。結構痛いから。流線の州にいるコホラリュウは私たちと一緒で温泉が好きなんだよ。同じプールに浸かることもよくあるしね。一緒にいる子がどういう性格なのかわからなかったら、ひとまず距離を取った方がいいよ。コホラリオの性格をどうやって判断するかって？簡単だよ。ゆっくり近づいて
探りを入れるの。噛みついてこなければ優しい子ってこと。噛みついてきたら親しいからこそのスキンシップかな。時間ある？うちに来ておしゃべりしない？温泉に浸かりながらおしゃべりするのも悪くないよ。それとも行きたい場所とかある？何でも付き合うよ。せっかくだしと思ってカメラ持ってきちゃった。あたしがお手本ポーズを見せてあげるね。今日はきっと面白い写真が撮れるよ。ガイドは経験の問われる仕事だよ。幸い先祖たちはいろんな貴重な風習や経験を残してくれてるから、いっぱい助けてもらってる。でもそういうルールだからって何も考えずに従ってるわけじゃないから安心してね。自分でも試してみて有益だなって分かった風習だけを守るようにしてるんだ。どんなものがダメかって？例えば新しい場所を探索した時にこんなことがあった。目の前に橋があるのに地図には船に乗って渡れって書いてあるの。水の流れを測ったり橋の安全性やギミックをチェックしたりしてみたけど、結局先祖が橋を渡れって書かなかったのは当時は橋がなかったからだった。ってことで、まあガイドにはやっぱり経験が必要だよね。外から来た観光客をもてなすのが好き。みんなガイドの仕事が終わるとナタの風土や人情について教えたことに感謝してくれるんだ。旅の途中ではみんなからも故郷のこととか経験とか私の聞いたことのない話とかいろいろ聞けるしね。だから私もみんなに感謝してる。私にとってはある意味貴重な心の旅でもあるって感じかな。できるだけみんなに受け入れてもらえるような形で友達を作ってるつもりだけど、親切すぎて対応に困るって遠回しに言われることがあるから、今は知り合ってしばらくは控えめにしてるんだ。仲良くなってから距離感を縮めていこうって。あ、もし私に良くないとこがあったら遠慮なく言ってね。面と向かって言うのが嫌なら匿名でメッセージを残してくれてもいいよ。絶対に直すから。帰化聖夜の巡礼に参加してからやっぱり窮地に立たされた人はみんな無限の可能性を秘めてるって確信したよ。それでも二人は一人より選択肢が多いし、三人は二人より勝算があると思う。みんなが一致団結すればきっと奇跡を起こせるよ。例えば余順者の戦争みたいに代々ナタを守ってきた英雄たちも、今の私たちも、これから頑張ってくれる後輩たちも、みんなの努力を積み重ねてこそより良いナタを築けるって思うの。多分これがウモジャの意味なんだろうね。水泳、飛び込み、水上スキー、サーフィン、パラグライダー、ビーチバレー、ボートレース、ダイビング、ウォーターバレーボール、フリーダイビング。好きなスポーツはプクフグフロートの手を借りても数えきれないくらいいっぱいあるよ。遊び疲れたらそのまま水の上に浮かんで休むんだけど、うっかり寝ちゃうんだよね。気ままに浮かぶのって気持ちいいけど、目覚めた時どこに流れ着くかわからないっていうのと、
部族の年長者にくどくど叱られるのがたまに傷だな。落ち込むときは大丈夫、ただ運が悪かっただけ、一生不運が続くわけないって自分に言い聞かせるの。そうすると気分が少しずつ回復するんだ。それでもダメならスピリットウェイに乗って急カーブのところで思いっきり叫ぶの。何回かやれば到底追ってこられないほど遠くに悩みを置き去りにできるよ。やったー、ちょうど欲しかったんだよね。いただき。力がみなぎってきちゃった。ドキドキハラハラのビーチバレーで戦わない？月が回ってきた。今なら前回の波にも勝てる気がする。よし、今すぐ挑戦しよう。いつもはお客さんの安全を考えて危ないところには行かないようにって忠告するんだけど、君の場合はやむを得ないこともあるし、たまにはどうしても自分から危険な地に足を踏み入れなきゃいけないことがあるって分かってる。だから君の身の安全を守るためにそばにいさせて、一緒に窮地を乗り越えよう。旅人さん、旅の始まりへようこそ。私は流星の州のガイド、ムアラニだよ。何か要望があったらいつでも手を挙げて教えてね。さて、持ち物や武器をしまって隣のパイモンをしっかり守ってあげて。一番大事なのは悩みを全部忘れること。さあ、私が用意したサメのサーフボードにしっかり立っててね。最高の旅が始まるよ。遊びに行くってのは行くことが大事なの。来てさえくれればあとは全部私に任せればいいよ。波を追いかけて走ったことある？やってみたい？やってみようよ。ほら、今すぐ行こう。一緒にいい感じの海辺を探してあげるよ。一人で何かに挑むとき、不可能なことはいっぱいある。でもみんなで挑めば不可能だって可能になる。出前はいかが？熱いうちに必ず届けてあげる。私のサーフボードのスピードを信じて。やばい、キャンプファイヤーで踊ってたら目が冴えちゃった。今日絶対寝れないよ。うちの店の商品は種類もクオリティも機能も色も何から何まで全部私が厳選してるの。中でもとっておきの品はやっぱりこのプクフグウェア。泳ぎが苦手な人には絶対おすすめだよ。一瞬で膨らんでプクフグフロートに変わるんだ。これがあれば泳ぐときも安心、泳いでないときも着れるんだよ。私はよくこれを着てパーティーに行ってるの。注目の的になれること間違いなし。ほら、こんな風にブヨーンブヨーンってね。ちなみに運勢の上がるカラーのを使ってるよ。
流泉の州は最高のリゾート地だよ。草とも山とも川とも分かり合えるみたいな感じがするし、みんな私たちの友達なの。押し寄せる波、揺らめく海藻、さざめく葉っぱ、どれも私のダンスの先生だよ。そのテンポとリズムに合わせて体を揺らして腰を振ってぐるっと回って、はい、どう？ぼーっとしてないで一緒に踊ろう。サーフボードを見ていきなよ。いろんな素材と柄のがあるんだよ。それから色も。君のラッキーカラーは？え？ないの？じゃあ私が選んであげる。一緒に八神の国に行って神秘の島の光を眺めた。私たちはとっくに命を託し合える仲間だよね。もしいつか旅の途中で方向を見失ったら絶対に教えて。この一流ガイドがサーフボードを使ってでも道を開いてあげる。前に神の目をフグフグフロートにつけてたことがあったの。海水みたいな藍色がぴったりだと思ってさ。でも友達とプクフグフロートでバレーボールをやった時、そのことが完全に頭から抜けちゃってて、砂浜に落っことしちゃったんだよね。クシャーンって音がしたけど壊れなかったよ。きっと幸運の兆しだよね。犬って怖い？え、怖くないならうちの犬と友達になってあげてよ。人懐っこい子だから誰を見ても駆け寄って挨拶しに来るし、撫でてほしいって目で見つめてくるんだよ。私たちよく一緒に水遊びするんだけど、あの子はもうサーフィンをマスターしたの。さすがお利口さんだよね。私より賢いよ。機会があったら紹介させてね。きっとプロペラみたいにブンブン尻尾を振って喜ぶと思う。バシッてされないように気をつけてね。結構痛いから。流泉の州にいるコホラ竜は私たちと一緒で温泉が好きなんだよ。同じプールに浸かることもよくあるしね。一緒にいる子がどういう性格なのかわからなかったら、ひとまず距離を取った方がいいよ。コホラリオの性格をどうやって判断するかって？簡単だよ。ゆっくり近づいて探りを入れるの。噛みついてこなければ優しい子ってこと。噛みついてきたら親しいからこそのスキンシップかな。時間ある？うちに来ておしゃべりしない？温泉に浸かりながらおしゃべりするのも悪くないよ。それとも行きたい場所とかある？何でも付き合うよ。せっかくだしと思ってカメラ持ってきちゃった。私がお手本ポーズを見せてあげるね。今日はきっと面白い写真が撮れるよ。ガイドは経験の問われる仕事だよ。幸い先祖たちはいろんな貴重な風習や経験を残してくれてるから、いっぱい助けてもらってる。でもそういうルールだからって何も考えずに従ってるわけじゃないから安心してね。自分でも試してみて有益だなって分かった風習だけを守るようにしてるんだ。どんなものがダメかって？例えば、新しい場所を探索した時に
こんなことがあった。目の前に橋があるのに、地図には船に乗って渡れって書いてあるの。水の流れを測ったり、橋の安全性やギミックをチェックしたりしてみたけど、結局先祖が橋を渡れって書かなかったのは、当時は橋がなかったからだったってことで、まあガイドにはやっぱり経験が必要だよね。外から来た観光客をもてなすのが好き。みんなガイドの仕事が終わると、ナタの風土や人情について教えたことに感謝してくれるんだ。旅の途中ではみんなからも故郷のこととか経験とか、私の聞いたことのない話とかいろいろ聞けるしね。だから私もみんなに感謝してる。私にとってはある意味貴重な心の旅でもあるって感じかな。できるだけみんなに受け入れてもらえるような形で友達を作ってるつもりだけど、親切すぎて対応に困るって遠回しに言われることがあるから、今は知り合ってしばらくは控えめにしてるんだ。仲良くなってから距離感を縮めていこうって。あ、もし私に良くないとこがあったら遠慮なく言ってね。面と向かって言うのが嫌なら匿名でメッセージを残してくれてもいいよ。絶対に直すから。非課税屋の巡礼に参加してから、やっぱり窮地に立たされた人はみんな無限の可能性を秘めてるって確信したよ。それでも二人は一人より選択肢が多いし、三人は二人より勝算があると思う。みんなが一致団結すればきっと奇跡を起こせるよ。例えば余順者の戦争みたいに、代々ナタを守ってきた英雄たちも、今の私たちも、これから頑張ってくれる後輩たちも、みんなの努力を積み重ねてこそより良いナタを築けるって思うの。多分これがウモジャの意味なんだろうね。水泳、飛び込み、水上スキー、サーフィン、パラグライダー、ビーチボレー、ボートレース、ダイビング、ウォーターバレーボール、フリーダイビング。好きなスポーツはプクフグフロートの手を借りても数えきれないくらいいっぱいあるよ。遊び疲れたらそのまま水の上に浮かんで休むんだけど、うっかり寝ちゃうんだよね。気ままに浮かぶのって気持ちいいけど、目覚めた時どこに流れ着くかわからないっていうのと、部族の年長者にくどくど叱られるのがたまに傷だな。落ち込む時は大丈夫、ただ運が悪かっただけ、一生不運が続くわけないって自分に言い聞かせるの。そうすると気分が少しずつ回復するんだ。それでもダメならスピリットウェイに乗って急カーブのところで思いっきり叫ぶの。何回かやれば到底追ってこられないほど遠くに悩みを置き去りにできるよ。やったー、ちょうど欲しかったんだよね。いただき。力がみなぎってきちゃった。ドキドキハラハラのビーチバレーで戦わない？月が回ってきた。今なら前回の波にも勝てる気がする。よし、今すぐ挑戦しよう。一
つもはお客さんの安全を考えて危ないところには行かないようにって忠告するんだけど、君の場合はやむを得ないこともあるし、たまにはどうしても自分から危険な地に足を踏み入れなきゃいけないことがあるって分かってる。だから君の身の安全を守るためにそばにいさせて、一緒に窮地を乗り越えよう。旅人さん、旅の始まりへようこそ。私は流星の州のガイド、ムアラニだよ。何か要望があったらいつでも手を挙げて教えてね。さて、持ち物や武器をしまって隣のパイモンをしっかり守ってあげて。一番大事なのは悩みを全部忘れること。さあ、私が用意したサメのサーフボードにしっかり立っててね。最高の旅が始まるよ。遊びに行くってのは行くことが大事なの。来てさえくれればあとは全部私に任せればいいよ。波を追いかけて走ったことある？やってみたい？やってみようよ。ほら、今すぐ行こう。一緒にいい感じの海辺を探してあげるよ。一人で何かに挑むとき、不可能なことはいっぱいある。でも、みんなで挑めば、不可能だって可能になる。出前はいかが？熱いうちに必ず届けてあげる。私のサーフボードのスピードを信じて。やばい、キャンプファイヤーで踊ってたら目が冴えちゃった。今日絶対寝れないよ。うちの店の商品は種類もクオリティも機能も色も何から何まで全部私が厳選してるの。中でもとっておきの品はやっぱりこのプクフグウェア。泳ぎが苦手な人には絶対おすすめだよ。一瞬で膨らんでプクフグフロートに変わるんだ。これがあれば泳ぐときも安心、泳いでないときも着れるんだよ。私はよくこれを着てパーティーに行ってるの。注目の的になれること間違いなし。ほら、こんな風にブヨーンブヨーンってね。ちなみに運勢の上がるカラーのを使ってるよ。流線の州は最高のリゾート地だよ。草とも山とも川とも分かり合えるみたいな感じがするし、みんな私たちの友達なの。押し寄せる波、揺らめく海藻、さざめく葉っぱ、どれも私のダンスの先生だよ。そのテンポとリズムに合わせて体を揺らして腰を振ってぐるっと回って、はい、どう？ぼーっとしてないで一緒に踊ろう。サーフボードを見ていきなよ。いろんな素材と柄のがあるんだよ。それから色も。君のラッキーカラーは？え？ないの？じゃあ私が選んであげる。一緒に夜神の国に行って神秘の島の光を眺めた。私たちはとっくに命を託し合える仲間だよね。もしいつか旅の途中で方向を見失ったら絶対に教えて。
この一流ガイドがサーフボードを使ってでも道を開いてあげる。前に神の目をフグフグフロートにつけてたことがあったの。海水みたいな藍色がぴったりだと思ってさ。でも友達とプクフグフロートでバレーボールをやった時、そのことが完全に頭から抜けちゃってて、砂浜に落っことしちゃったんだよね。クシャーンって音がしたけど壊れなかったよ。きっと幸運の兆しだよね。犬って怖い？怖くないならうちの犬と友達になってあげてよ。人懐っこい子だから誰を見ても駆け寄って挨拶しに来るし、撫でてほしいって目で見つめてくるんだよ。私たちよく一緒に水遊びするんだけど、あの子はもうサーフィンをマスターしたの。さすがお利口さんだよね。私より賢いよ。機会があったら紹介させてね。きっとプロペラみたいにブンブン尻尾を振って喜ぶと思う。バシッてされないように気をつけてね。結構痛いから。流線の周にいるコホラ竜は私たちと一緒で温泉が好きなんだよ。同じプールに浸かることもよくあるしね。一緒にいる子がどういう性格なのかわからなかったら、ひとまず距離を取った方がいいよ。コホラリオの性格をどうやって判断するかって？簡単だよ。ゆっくり近づいて探りを入れるの。噛みついてこなければ優しい子ってこと。噛みついてきたら親しいからこそのスキンシップかな。時間ある？うちに来ておしゃべりしない？温泉に浸かりながらおしゃべりするのも悪くないよ。それとも行きたい場所とかある？何でも付き合うよ。せっかくだしと思ってカメラ持ってきちゃった。私がお手本ポーズを見せてあげるね。今日はきっと面白い写真が撮れるよ。ガイドは経験の問われる仕事だよ。幸い先祖たちはいろんな貴重な風習や経験を残してくれてるから、いっぱい助けてもらってる。でもそういうルールだからって何も考えずに従ってるわけじゃないから安心してね。自分でも試してみて有益だなって分かった風習だけを守るようにしてるんだ。どんなものがダメかって？例えば新しい場所を探索した時にこんなことがあった。目の前に橋があるのに地図には船に乗って渡れって書いてあるの。水の流れを測ったり橋の安全性やギミックをチェックしたりしてみたけど、結局先祖が橋を渡れって書かなかったのは当時は橋がなかったからだった。ってことで、まあガイドにはやっぱり経験が必要だよね。外から来た観光客をもてなすのが好き。みんなガイドの仕事が終わると、ナタの風土や人情について教えたことに感謝してくれるんだ。旅の途中ではみんなからも故郷のこととか経験とか私の聞いたことのない話とかいろいろ聞けるしね。だから私もみんなに感謝してる。私にとってはある意味貴重な心の旅でもあるって感じかな。できるだけみんなに受け入れてもらえるような形で
友達を作ってるつもりだけど。親切すぎて対応に困るって遠回しに言われることがあるから、今は知り合ってしばらくは控えめにしてるんだ。仲良くなってから距離感を縮めていこうって。あ、もし私に良くないとこがあったら遠慮なく言ってね。面と向かって言うのが嫌なら匿名でメッセージを残してくれてもいいよ。絶対に直すから。帰化聖夜の巡礼に参加してからやっぱり窮地に立たされた人はみんな無限の可能性を秘めてるって確信したよ。それでも二人は一人より選択肢が多いし、三人は二人より勝算があると思う。みんなが一致団結すればきっと奇跡を起こせるよ。例えば予順書の戦争みたいに、代々ナタを守ってきた英雄たちも、今の私たちも、これから頑張ってくれる後輩たちも、みんなの努力を積み重ねてこそより良いナタを築けるって思うの。多分これがウモジャの意味なんだろうね。水泳飛び込み水上スキー、サーフィンパラグライダービーチバレー、ボートレースダイビング、ウォーターバレーボールフリーダイビング、好きなスポーツはプクフグフロートの手を借りても数えきれないくらいいっぱいあるよ。遊び疲れたらそのまま水の上に浮かんで休むんだけど、うっかり寝ちゃうんだよね。気ままに浮かぶのって気持ちいいけど、目覚めた時どこに流れ着くかわからないっていうのと、部族の年長者にくどくど叱られるのがたまに傷だな。落ち込む時は大丈夫、ただ運が悪かっただけ、一生不運が続くわけないって自分に言い聞かせるの。そうすると気分が少しずつ回復するんだ。それでもダメならスピリットウェイに乗って急カーブのところで思いっきり叫ぶの。何回かやれば到底追ってこられないほど遠くに悩みを置き去りにできるよ。やったー、ちょうど欲しかったんだよね。いただきー。力がみなぎってきちゃった。ドキドキハラハラのビーチバレーで戦わない？月が回ってきた。今なら前回の波にも勝てる気がする。よし、今すぐ挑戦しよう。いつもはお客さんの安全を考えて危ないところには行かないようにって忠告するんだけど、君の場合はやむを得ないこともあるし、たまにはどうしても自分から危険な地に足を踏み入れなきゃいけないことがあるって分かってる。だから君の身の安全を守るためにそばにいさせて、一緒に窮地を乗り越えよう。旅人さん、旅の始まりへようこそ。私は流星の衆のガイド、ムアラニだよ。何か要望があったらいつでも手を挙げて教えてね。さて、持ち物や武器をしまって隣のパイモンをしっかり守ってあげて。一番大事なのは悩みを全部忘れること。さあ、私が用意したサメのサーフボードにしっかり立っててね。最高の旅が始まるよ。遊びに行くってのは行くことが大事なの。来てさえくれれば
あとは全部私に任せればいいよ。波を追いかけて走ったことある？やってみたい？やってみようよ。ほら、今すぐ行こう。一緒にいい感じの海辺を探してあげるよ。一人で何かに挑むとき、不可能なことはいっぱいある。でも、みんなで挑めば、不可能だって可能になる。出前はいかが？熱いうちに必ず届けてあげる。私のサーフボードのスピードを信じて。やばい。キャンプファイヤーで踊ってたら目が冴えちゃった。今日絶対寝れないよ。うちの店の商品は種類もクオリティも機能も色も何から何まで全部私が厳選してるの。中でもとっておきの品はやっぱりこのプクフグウェア。泳ぎが苦手な人には絶対おすすめだよ。一瞬で膨らんでプクフグフロートに変わるんだ。これがあれば泳ぐときも安心。泳いでないときも着れるんだよ。私はよくこれを着てパーティーに行ってるの。注目の的になれること間違いなし。ほら、こんな風にブヨーンブヨーンってね。ちなみに運勢の上がるカラーのを使ってるよ。龍泉の州は最高のリゾート地だよ。草とも山とも川とも分かり合えるみたいな感じがするし、みんな私たちの友達なの。押し寄せる波、揺らめく海藻、さざめく葉っぱ、どれも私のダンスの先生だよ。そのテンポとリズムに合わせて体を揺らして腰を振ってぐるっと回って、はい、どう？ぼーっとしてないで一緒に踊ろう。サーフボードを見ていきなよ。いろんな素材と柄のがあるんだよ。それから色も。君のラッキーカラーは？え？ないの？じゃあ私が選んであげる。一緒に八神の国に行って神秘の島の光を眺めた。私たちはとっくに命を託し合える仲間だよね。もしいつか旅の途中で方向を見失ったら絶対に教えて。この一流ガイドがサーフボードを使ってでも道を開いてあげる。前に神の目をプグフグフロートにつけてたことがあったの。海水みたいな藍色がぴったりだと思ってさ。でも友達とプグフグフロートでバレーボールをやった時、そのことが完全に頭から抜けちゃってて砂浜に落っことしちゃったんだよね。クシャーンって音がしたけど壊れなかったよ。きっと幸運の兆しだよね。犬って怖い？怖くないならうちの犬と友達になってあげてよ。人懐っこい子だから誰を見ても駆け寄って挨拶しに来るし、撫でてほしいって目で見つめてくるんだよ。